ません。いただきたいと思います。まず第一試合、高梨正弘 VS はじめ、いや、シングルマッチでございます。高梨さんとはじめさん、ヒートアップさんで当たったことはあるとは思うんですけれども、シングルマッチをするのは多分初めてということでですね、カポエラーを使う選手と伺っております。一度自分一緒にベトナムに遠征に行かせていただいて、はじめさんの試合見てきたんですけれども、なんかね、あんまり見たことない動きをされていて、これがカポエラってことってなりながら帰ってきたので、ちょっと皆さんも本日はカポエラというものをね、体験してほしいなと思っております。チョコプロ市ヶ谷の大会に出るのは2度目ということで、このマットにどれだけ、慣れているのかなというところが勝負を分けるんじゃないかなと小石川知恵は思っております。そして第2試合、こちらもシングルマッチです。さやか VS 桜井美。さくらさんにちらっと伺ったんですけど、シングルマッチをするのがちょっと久しぶりということで、そしてですね、さやかさんのシングルマッチは本当に前回帰国されたぶりのシングルマッチということで、さくらさんがご不在の間、市ヶ谷で全てを担い、そして健やかな成長を遂げているさやかさんなので、ぜひさくらさんのこの辺りをね、ぶち抜いてほしいなと思っております。そしてですね、第3試合、6人タッグマッチとなっております。まずこちらですね、帯広さやか米山香緒リー、桐原時子組 VS 駿河メインバリアーキ星さんの、ということでですね、こちら、6人タッグマッチ、市ヶ谷の6人タッグマッチ、まあ場所が足りない、そんな場所に本日いらっしゃるは星丹後さんということで、これはね場所が足りなくなっちゃうんじゃないかなと思っております。この今ちょっと大丈夫かどうかの、ね、人を見渡しているんですけれども、ベストブローズさんはちょっとね、今日6人タッグマッチのに差し当たって、どうですか今日のお気持ちと伺ったら、コップンカップのリベンジをしてやるぞということで、こちらね、お気づきの方もいるかもしれないんですけど、ベストブローズさんの対戦相手、帯広さん、カオさん、桐原さん、こちらのお三方、コップンカップで勝ち星を挙げた選手なんですよ。ご存知でした？ですので、この3人にまとめてリベンジをできる機会だっていうのをね、メイさん言ってらして、そしてですね、本日星丹後さんという強力な助っ人がいるんですけれども、今星丹後さん6人タッグのベルトを持ってるということで、今ねもっぱら6人タッグに強いんじゃないかなと思っているのでぜひ今日は、リベンジをしてほしいなと思っている今日この頃でございます。本日が2月の23日、明日2月の24日に誰でも女子プロレス、エキストラがございます。ぜひぜひそちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。ということで、本日も全3試合皆様お楽しみいただけますと幸いでございます。それではチョコプロライブ358今日リアル1周年もヒージャップしていきます。ああ、今
もよ、珍しくさくらとのタッグじゃねえと思ったら、なんだ対戦相手は今日1周年とか言ってる、なんだグリーンボーイなのか、あよく知らねえけどな、はじめとかっていうやつ、そいつあれだよな、カポエラとかいう格闘技を習ってるやつだな。いや、やったやつだよな。あカポエラだとふざけんじゃねえよ、俺は悪いけどな、ペドロ高石と対戦相手カポエラなんてもうよ、もうとっくの塔に超えて今このマットに立っているってことをあの野郎に教えて、あヒートアップブラジルに追い返してやるぜ。それでは本日の第1試合シングルマッチ15分一本勝負を行います。青コーナーカポエラマスターはじめさあ始まりました本日の第1試合でございます。男子のシングルマッチ久しぶりな気がするんですが、こちらは腕を組みを取らせず、おお狭い市ヶ谷がすごく狭く感じてしまいます。普段はそんなことを感じないんですけれども、早い早い早い、わーおーおー、選手も1年目と思えない滑らかな動きでございます。おっとこれはバックを取って、お腕を取ってまいります。おーわーうわーうわはじめ、狭い会場ではございますが、エスケープするのがなかなか難しくもあります。壁もちゃんとブレイクとはなるのですが、おおこれはクリーンには離れました。正しい、おわ今のところ高梨さんが1枚2枚上手という感じですが、ここからおお、しっかりと腕を絞っていきます。入念に腕を絞られております。おお回転して、これは取り返したおーおーおおえおお足が開いた、おすごい、おーあはじめ、依然攻めてらっしゃるのは高梨さん。お、足、うう、はじめ、お、抜けて、おお、お、わあ。あわやというところよく見ております。じっくりと、おー
いやー、はい、アンス力を込めて絞られております。いーお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 ー、これはもしかしてカポエラのステップ。うわー、おーおーおー、うわー、おー、え、あー、ところやはり足を使う選手、やはり本日気温が低いので打撃はさらに辛い状態です。あー、 すごく嫌、本当に嫌、返せ返せ、やり返せやり返せ、
中央勝ったのは高梨さんです。ケミガン、気がします。で多分私さくらさんとあんまシングルしたことなくて2回目だと思うんですけども、まあね、さくらさんは悪逆の限りをやはり尽くしていらっしゃいますので心でと思います。それにね明日はねダレジョのエクストラもあります。私もねダレジョ出身としてね、まあ、私の時はあのメイさんとさくらさん高一だったんですけども、あのさくらさんをこれだけぶん殴れるようになるんだぞと見せていきたいと思います。よろしくお願いします。シングルチャンピオンですね。最近はタッグ多かったですけどシングルチャンピオンとしていつでもやってやるぞっていう。Everybody, this is Chocopro Live match number 2 scheduled for a 15 minutes of time limit and one fall. Introducing first, from my right, coming from the blue corner, she is the Smiling Violence, Sayaka! Akona, 第5代 Super Air Champion, Your Highness, Sakura Emi! お願いします。おー、さあ始まりました。第2試合はシングルマッチ、さくら恵美対さやか。この時ロックアップからさくらが突っ込み気味で行きました。しかしそれをしっかりと受け止めるさやか、逆に押し返していこうとしますが、ここは分が悪いと思ったからさくら一旦離れます。さあ力が入っています両者。おお、前転で牽制していく。それとも自らの体を温めに来ているのかさくら恵美。さあ6回目から輪っかを奪ったのはさやかですが、ここはさくら恵美がリーストを決め、おお、すごい切り返す。おお、お互い早く切り返す、切り返す。どちらがこのリーストの奪い合い主導権を握るのでありましょうか。おお、これは手をつないでる状態だったか。おお、珍しい藤原アブバー脇が止めに行きましたが、ここは前転で回避しますさやか。さあ先ほどは寒さに凍えるさくら恵美でしたが、もう体は十分に温まっているでしょう。若干息も切れております。さあ手四つには組まない、いやこれはおお慎重さそこまでではないにしろさやかの方が、おお、ひるみません、さやか。さくらのこういった理不尽な攻撃に対してもひるむところを見せませんが、さくらが、ああ、ならばと、さらにのラフプレー、一芸でブーイング誘発してまいります。窓枠の、おお、なんだ、エキゾと、髪をつかんで、ヘアホイップ、片手で投げてきました。パワーのあるところを見せていきます、さくら恵美。さらには、おお、ラティゴで投げていき、なんだこれは WR じゃないか、いやいやアームロック、腕を決めに行きます。さあヘアホイップを見せたかと思えば一転してテクニカルなところを見せていきますかと思えば、今度は足へスタンプ一発入れてからのトーホールド。さあポジションはいいぞ、ちょっと最後、おお、K
蹴ってこのドールを外していくか。さくら一概の地形をよく理解しています。倒されないように壁を支えにしていましたが、ここは軌道を変えて、やられたらやり返す、プロレスの基本であります。さくら恵美、さあ改めてもう一度トーホールド。さあ先ほどから両者リストロックの時もそうでしたが、合わせ鏡のように互いの技を仕掛けていきます。おお、蹴って蹴って、エンドラインキックだ。これがさやかの強みであります。さくらのおお、ならば下からワンツー、さらには A を、この戦慄は出るか。さくらの得意技、ロメロスペシャル、いけずだ。ここは足をさやかが抜いたのか、それとも足を滑らせたか。まさしく恥をかかせやがってといったところでありますが、思わずそれも言えなくなっております。桜井美、おお、桜を調子していくならば、しかしさやかにこの調子は危険だぞ。桜、このさやかの強烈、さあこのまま、さらに桜に改めか、変形のリバースのインディアンデスロックから、さあ一人のためにプロレスをする桜恵美。この通りで、私はあなたのためにプロレスやってるよ。アントンバリにいいことを言っております。桜恵美、全てが受け売り。おー、ちょっと無理、しかし強烈な低空ドロップキック。おー、これは避けることができない、後ろのお客様に当たってしまうため、さやかも避けることは許されません。おー、しかし無理だ、後ろの方大丈夫ですか。おー、もう無残、まるで犬神家のように落ちていきました桜恵美。さあそして貞子のように戻ってくる桜恵美、しかし待っている期間を許しません。さあ距離を測って、これは狙っているぞ、確実に狙っている。諦めました。しかしそれはそうでしょう、読まれています。若干カバディのような様子を呈しています。お、桜コールを持って帰っていく。これはルチャでよく見る光景ですが、お、それはこっちだと言っても分かっていました。さあ桜の浅知恵は全て読まれているか。チョップ、唐突でエルボン、チョップの強烈狙い。うわ、さくらも一歩も行きません。しかしこの動画はさやか止まらない。さやか、いけ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 、さあここで止まらない。さあこのままさくらのぎっしり腰が、さくらにとっては最大の拷問技あります。させるかといったらさせていましたが、いや、ここで改めてもう一度逆や味方には、今度はさくらが仕掛けた。お前の腰もぎっしり腰にしてやると。しかし先ほどと同じようにさくらの戦法を吸収していくかのようになります。さやか、さあさらに顎を気にする桜井大生、ボディースラム。さあ素晴らしいパワー、さらにノーノーポーズ、お前はリックフレアか。桜井美、このまま逆エビガントベル捉えられた。さあレフリーストップもあるぞ、動けないか動けないか桜。さあスーパージャンチャンピオンから
大金星なるか、さやか。あー、さくらさくら、どうなるんだ、どうなるんだ。さらにはこのまま足首も決めていく。あー、さくらがこのまま破れるか。ギブアップを口にするか。さあ、スーパーアジアチャンピオンを破るような、おー、非常の攻め、非常の攻め。ちょっとわずか1センチ、2センチ届かない。さあ、さやか、さくらを追い込んでおります。さあ、得意のブレンバスター出るか。これには、あ、さくらを、この体勢出るぞ。スマッシュマウス決まった。さあ、しかし、さくらも余裕はありません。さあ、水田を奮い立たせて。さくら海がいたわ、カウンター。ああ、ここで、ああ、一瞬のスケールボーイカウント2、そして出るぞラーマ。おお、ここは全然かした。さらには出るぞロールケーキ。ああ、いや、しかしこれは桜も読んでいた。背面に一撃、改めて、うー、ロールケーキ、いけない、いけないけど、おお、無理やり決めたが、桜海に、なんだこれは。かわして逆にラーマヒストラル。ああ、潰し目になったら、最後カウントは 2.9。 さくら絶体絶命。ワンツーローキックエルボー。ああ、さくらが背を向けた。なんだこれは。バックエルボー、チョップラリアット。さくらの剛腕がうなりを上げる。左腕を上げて、さくら海が時短だ。ラリア、おー、バラッペキック。さあ、さやか、ここで何を出す。ドラッペキック、ものすごい。これはさくらの、さくらも、おー、カウント2。さあ、さくら、立て立てと、さやかがとどめになったのは、お、ここは、なんだ、チョップ、チョップラリアットからの70キロ、高い打点で出してきた。さあ、さくらが今度は、ダブルアームバックブリーカー。これには、さやかもすり、おぉ、さくら海が、ならば、マウナークに登って、冷蔵庫爆弾決まった。これは、スリーカウント、必死にもがいたさやかでしたが、さくら海、冷蔵庫爆弾で圧殺であります。みんな、ありがとう。タイトルマッチできる日を楽しみにしてます。勝ったからってタイトルマッチできると思うなよ。さあ、ここで皆さん、誰でも女子プロレスってご存知でしょうか。毎週木曜日に YouTube チャンネルで、練習風景をアップしてるんですが、24日2時からですね、彼女たちのショーエキストラというものがあります。それに先駆けまして、今日2人誰ぞから来てもらっていて、今日は皆様にご挨拶をさせていただきたいと思います。2人どうぞ。エリコです。
去年の10月から誰でも女子プロレスに参加してます。とっても楽しいです。よろしくお願いします。かおりです。ガトームーブのスタッフになって1年が経ちました。でも誰上は7年目です。よろしくお願いします。誰でも女子プロレス名物であります、ドロップキック選手権、その明日行われるんですが、その、どんなもんかなと、どんな感じのキックだったかなっていうのを2人にやってもらいたいと思います。明日この選手ですよ。香織です。7年間の誰女の全てをこの一撃に込めます。エキストラ見に来てください。行くぞー。いやー、ありがとうございます。エリコです。明日の私のドロップキック見に来てください。よろしくお願いします。明日はなんと12名参加のドロップキック選手権が行われますので、皆さんぜひ来てもらいたいなと思っております。誰でも女子プロレス、スローガンがあります。年齢バラバラ OK、 目的バラバラ OK、 誰でもできる女子プロレス、レッツゴー誰ぞなので、皆さん OKOK、 レッツゴー誰ぞで行っていただきたいと思います。じゃあ、かおりちゃん、はい、やってもらいましょうか。皆さんいいですか。よっしゃー、行くぞー。年齢バラバラ OK、 目的バラバラ OK、 誰でもできる女子プロレス、レッツゴー誰ぞー。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、かわりまして、小林川千恵と四つ葉みやでーす。
Lying sweet snow Don't not stop Choco Pro ワインマース匿名の方です。 Hey hey dog today snow dog VTさんということで、本日こちらの方々に来ていただいております。ありがとうございます。中に戻りましょう。ピッピッピピ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 、そしてですね、ゴジラさん最後に紹介させていただきたいと思います。ヘイクラディオ。そしてこちら、いつもありがとうございます、有限会社トロ企画メディア事業部ゆかなさん、いつも本当にありがとうございます。そしてそして最後こちらに行きましょう。ヘイレースファンスパーン Thank you so everyone ということで、本日も皆様のことをご紹介させていただきました。小石川千と四つ葉美也でした。本日ブーケの方、販売しているんですけれども、明日の誰ぞのブーケの方も実は販売をしております。ぜひぜひ、あの今日の先ほどのドロップキックを見てちょっと気になるけど日程いけないなという方いらっしゃいましたら、ブーケであの応援のメッセージを送っていただけるとみんな喜ぶので、ぜひ、皆さんも応援の力をいただけたらと思っております。ということで、それでは皆様メインイベントに参りましょう。それでは本日も、この後の試合もお楽しみくださいませ。三洋の青コーナーチームですね。Hi everyone, this is me, Suga and Banana King here, everybody. And Josoi, Oshitango, Vamos a ganar. そうですね。本日は、コンプンカップの続きまだまだ続いております。初めて1,2,3タッグチームの片割れの3人がここに揃っているので、まとめてね、これをリベンジの糧にして、進んでいきたいなと思いますね。そうそうです。意思疎通、意思疎通は大丈夫でしょうか。さあ、本日のメイベント6人タッグ20分一般勝負を行います。青コーナー、帯の食堂総本店、帯のさやかー、店長、桐原時子こっしゃー、新前大使、米本みーやー、赤コーナー、アルゼンチンの星団子アリアン・アッキー、ベストブロース・ラ
ウィアータンゴーブローイエンビエン言ってますね。そうですね、もう間もなくです、ね、ダブルポイント OK です。センター落ちしてください。セカンド、さあ大きな大きな手が差し出されてきます。ニーハオ国際交流、皆さんニーハオ、すごい国際色豊かな、彩り豊かな本日のメインイベントであります。さあまだ燃えてますね、帯広さん。おさあ、はい、1人いきます。高いよ。さあご指名が入りました。シェフエイドご指名です。さあ始まりました、本日のメインイベントを実況させていただきます。どうも鈴木です。さあ先日行われた板橋グリーンホールでの熱戦覚えてますでしょうか。さあ6カップ、おーっと、しかし負けない立ち上がる帯広さやか、ロックアップで叩きつけていたのがマリアンアッキー。さあ3つ目あって、さあ強烈に組み合っていく。さあしかし抑えれて、さあブレーク、さあ窓際ブレークでありますが、さあ5で離しません、ギリギリです、4で離しました。さあ声が激が飛びます。バモスバモスバモスって何でしたっけ。さあさあ素早くバックを奪っていく帯広。しかししかしやはりバリアキのこの腕見てください。さあ鍛え上げられた腕でリストをがっちりと、しかしさあ引っかき攻撃だ。さあ引っかき、さあ引っかきにもめげません。さあショルダークロー、リストロック、おーと手に腕を引っ掛けてアームホイップ。さあ投げていきます。さあこれが真っ向勝負。さあ負けない、引けを取りません。さあそうです、帯広さやかベストブローズに勝利しております。睨み合います、視線がじわります。さあ変わって入ります。さあ先日の大会でもですね、忍者チョークを炸裂させました。さあ桐原時子、今日は一体どんな引き出しを見せてくれるのか。おーと、スライド丸め込ませる、カサドーラは丸め込めない。さあパワーで切り返す、アームホイップ、さあ投げていく、離れ際、なんだそれは、なんだそれ、おーっと、それは一体連携がゼロじゃないですか。さあ浮かれにも浮かれてるぞよ。おーと、さあアイアンクロー、ガチョン、おーっと、しかしリストを取り出して飛ぶぞ。さあフィンガーホイップ投げていく、ルチャの風が吹いております。さあ足を払ってボールを、しかし切り返す素早い攻防だ。さあ再び足を払う、無理やり、仲間無理やり払ったが、さあバモスと言いながら突っ張りを繰り出していく自由さです。さあはい、さあ入っていました。おっと、これは米山香里、よし、さあおお、異種格闘技戦だ、相撲対中国拳法、これはああ、これはさあ見失ったぞ、その位置に何もない。さあバカ、あ、さあ翻弄していきます、力士の尻に、うわ、なぜそこまで来て、なぜタックルを選んだんだ。あ、頭を叩いていく。さあさあ子供ですね、耳を掴んでいく。さあこれにはブーイングの嵐です。あ、花だ。さあおちょくるかのようなスタンゴ、さあ気合が入ってますよ、バリアンキー、ダメじっくり起こして顔を見て笑顔です。あ、そんな笑顔から出る技じゃないぞアッキー。さあ痛い、あれよ、あー引きずられていってしまった、起こされて、あ、さあ
さあタッチ、さあ2人は止めてダブルでございます。違う、ダブルが認められております。あーっと、首と足首をもぎ取るようなツイスト攻撃、米山香織、香織選手大丈夫か。あー、またしても、またしても耳を掴んでいるぞ。さあリベンジとはいえ、これはさあ厳格なレフェリング、厳格なレフェリングです。さあダメなもんはダメだと。あー、レフェリー見ていない、レフェリー全く見ておりませんでした。さあ米山香織の耳がちぎれてしまう、かわいい黒い耳が。さあリストを取っていく、さあ素早いタッチワーク、ここはさすがベストプロ。さあ耳ですよ、さあさあしっかり止めます。いい、厳格なるヘリング。さあ帰れなかったぞ。あ、手を踏んでいる、耳も掴んでいる。さあ、おーっと、さあヘリの注意する前です。ジャンピングして2位ドロップ。さあガッチリ押さえていくぞ。さあキックアウトしました米山香織、されるがままでございます。あーと、その場でナマステのプレスです。さあ小気味のいい連携を見せていきますね。さあ同じ場所を攻めておきます。あーっと、さあ待ってほしい、頑張ってほしい。さあここで連続フォール。さあたまらず帯広さんがカットに入ります。しかしあったらですね、すかさずそれもさせないです。さあ起こして何を狙うか、投げを狙う。おっと、これは投げを見舞うのか。おっと持ち上げた、しかしかわした。おお、何だったんだ、肩を披露してくれたのに、せっかく。ああ、鉄炭鉱、中国4000年の秘訣、さあみなぎっております。ボディへの膝連発、持ち上げて回し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 て、ポニーテールが揺れる、壁に叩きつけて転がしていく。さあ、おっと、これは忍者チョーク、忍者チョーク、これは試合を決めた忍者チョーク。さあ見ておりました、そうベストブローズ敗退後選手を見ておりました、研究しております。さあバックを取って持ち上げて、これは決まるか、コブラ、コブラ、コブラが、さあ取らせない、逆に。さあフルネルソンの感じ、これは得意の。さあ切っていく、足を払って、さあ坂ボールキック、それを切り返し、さあスクールボーイ、あっ、ヘッドスタンプ。さあまだまだ続くぞ、駿河メイ、何が出るか。さあこれはガトー、出たアップル。さあフルネルソンの形で首が厳しいわけですね。さあしかし相手陣地だ、そちらはあまりポジションが良くない、両陣営、さあエスケープ、足が届きました。さあ両陣営熱が入ってまいります。さあ入ってきました、この大きいのと小さいのを組み合わせ、巨大化したぞ。しかし、おお、すごい、一人でそんな、チョーク、スラム、チョーク、おーっと、大巨人の共演だ。あー、噛んでるぞ。さあ連携が取れているぞ。さあこれは巨像をぶつけに行くか。うわー、それでも、あーっと、頭に一撃、おーっと、まとめていったぞ、クロスボディー。さあすごいぞ、なんだって、そんな、まさか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 、潰れて乗れない、乗れない、大きいかける大きいの後に小さい、おお、その手があった。あ、さ
人分のタイム。あ、乗るまではうまくいったのに。さあ、そうですね、うまく乗れなかったのが功を奏したか。さあ、タッチをしました。さあ、熱い燃え上がっております。シェフ帯広さんが連続の張り手、突っ張り突っ張り、しかし画面にブーツ。わー、これはスパイダーに膝、戦い抜いております。さあ、膝に剣山が待ち受けておりました。マクエルボー、スピードが乗っているぞ。さあ、自分を鼓舞して高めております。ダーム、おーっと、しかし捕まってしまった。おーっと、さあ、ローリングクラッチ、あー、ギリギリだ、ギリギリ、キカード。さあ、まだ行く。さあ、おー、ギリギリだ、入ってないか。さあ、さあ、負けない意地が見えていきます。得意技まで。さあ、上位に上位に、大暴れする画面、大暴れあります。さあ、帯広さやかに狙いをさせたか。間に軽々持ち上げていく。バリアーキ、高い高いところから。さあ、バックブリーカー。さあ、この体勢はナマステプレスでしょう。おーっと、後ろからおとき、おーっと出た、前だ、と大気持ちを取った。ポシビリティならず、抑え込まれた。おー、さあ、ポシビリティ、さあ、同じ鉄は踏まないぞと切り返していって、さあ、桐原カットに来た。桐原も横にして、おーっと、おーっと、これは出るか。あー、帯広、帯広マーグライで切り返されてしまった。ジン、マージン、マージン、ジン、おー、さあ、駿河目間に合いました。さあ、これはですね、さあ、うまくかわしていく。お、地獄好き、喉元に突き刺さります。さあ、来ました、みんな大好き米山香織。おーっと、スイングしての、何回転したんでしょうか、 DDT。 さあ、これはギリギリじゃないでしょうか。一撃で流れを切り返していきます。スライディング2が、これは足を固めての、アッキの得意技の一つですね。足を固めてのSFでしたが、さあ、どうもグリーンカレーコープンカップからですねを経て、皆さんなんかこう燃え上がるものが燃え上がるものがあるかと思いましたが、バリンアッキには黙らせるローキックがあります。米山香織の送り返された。おお、かわした。いやー、あー、さあ、おーっと、あーっと、軽さを生かした大回転のクロスボールを狙ったんでしょうが、さあ、オッケー、さあ、入ってまいります。踏むだけで獅子量のレベルの、踏むだけで獅子レベル。あーっと、これは演技がいいホールですが、さあ、ーっと首を変えてチョーク、やばいやばいやばい、すかさず、そうですね、そうですね、さあ、蹂躙していく、人払いですね、やっぱり大きさ、おー、うまい、おっと、下に入って、おーっと、しかし捕まったが、押してもびくともしない。あーっと、足つかまれてんのに、あー、持ち上げられてしまった。もう重さもないのと一緒でしょ、ボディスラム。あーあー、しかしナマステイのそばで転がした。うわそんな、あー、カウントが入る前になんてこった。
走り込んで飛び乗ってさらに飛び乗ってフットスタンプ、これはさすがの星団子も、おっわーと全員で乗せていく、3人で押さえた、おーっとこれはこれはベストブローズの誤爆というんでしょうか、そこから抑え込んで3人勝ったのは米山かおDでございます。さあまさかまさかですね、さあペパソどうしたんだと、どうしてだと、さあボロボロにされた3人ですが、さあコスチュームさえもボロボロになっている、こんな姿になってもやはり勝ったものは勝ちは勝ちです。さあ高々と上げ両手を上げた、中華料理作られるよ、あーああ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 あ、もう今私は中華鍋を振るう力はないが、じゃんけんに勝つ力は、どうしようかよ、タンゴさんにもう私を向けてごめんなさい、タンゴさん、じゃんけんいかせるものじゃないですか、おお最初がじゃんけんぽい、やばい、バリアーキー、おお、私は勝つしかない、お勝たせませんよ、おおおあーサジャケジャケ、サジャケジャケ、ベトナムではお世話になりました、お、お、そう、でもここでは私の先輩なので、デカツ、セレス、おお最初はグッデカツ、あおお、皆さん足はどうなんですか、足は順調すぎますね、おお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 みんなチェックしてるからな、ミラーテック対カオリ、
クリスブルックス CDK 対中村そしてガイア。こちらのカード本来ですと、新宿ベース、で行う予定だったんですけども、改めてこちらの方、組ませていただきました。皆さんご期待ください。新規版の方まだカードの方発表になったりもありますけども、これから続々出していきたいと思っておりますので、皆さん期待して待っていてください。よろしくお願いします。はいはい、終わったかな。まだ何カオリー今日勝ったよ。コップンカップもほぼ優勝あるね。今日はじゃんけんも優勝したあるよ。だからベストブローズのタッグのベルトに挑戦したいあるよ。ちょ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 待ってください。ベストブローズ
つのベルトに挑戦したいって、その気持ちは十分わかります。しかし先日のトーナメントでこのベストブローズから勝ったのは帯広食堂さん本店だということは、私たち帯広食堂にも挑戦する権利はあるんじゃないのかい。ちょっと待ってください。裏切り、ゴーグリーンでは第1回戦で負けてる。見ちゃえば全員チーム私たち先行ってる。私はクンフーパンダとは自分でも試合したいと思った。すごいし可愛い。お時さんは見たことないぐらいにかっこよかった。と、帯広食堂。この帯広、よくも我々の夢を破った。ここは絶対、絶対叩き潰す。だからどうして全員を倒すまで気が済まないのか、我々。そうだそうだ、ベストブローさんもう一回チャンピオンとしてかっこいい姿を見せないといけないの。そう、しかもこんなこのベルトに挑戦してくれるって言ってるんだよね。そんな一チームに選ぶなんてもったいない、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 もったいない。おお、そうだ、お前ら聞いてよな、ごめん。ベストブローズは全チームまとめて戦ってやるよ。皆さん
すごいことになってしまった。私はベースブローズリベンジロード一つ一つ倒していこうと思ってた。でもさすが駿河明選手私のブローズがでかい喧嘩を売り天才です。少なくとも喧嘩を売るには。それで負けの可能性が高すぎるこの危ない考えれば危ないもう今までの中で一番大きいチャンスといっても限りないこのフォーウェイをやりきります。ぜひ13日皆さん会場に来てください。ブーケとかもいろいろもちろんいつも通りに方法があるのでこれは静かに見ていただいたらありがたいです。はあ、everybody, for all of you beautiful English speakers that are waking up too late. Oh, yeah, no, I think it's good time for you. But still, it is 24th of night for all of you Friday in the US, the Northern American continent. And of course, in Europe, you are up too late. But still, thank you very much if you are watching right now. Some incredible news have come out for the 13th of March show. First of all, two matches have been announced. CDK announced it as in... of course, as in the match that was supposed to happen on Shinjuku Face and was taken out due to the pinch we had on the last Shinjuku Face show. Of course, it was CDK, Masahiro Takanashi, Chris Brooks versus Nakamura and Gaia. We will be doing that match once and for all in Shinkiba one more time on 13th of March, CDK versus Gaia and Nakamura. Of course, as soon as that happened, Yoneyama Kao Lee got up, said she won today. She was in the finals and she feels like she won the Junkin today as well, the double panda combination. but she says she has the right to challenge, she wants to challenge. And of course, the Obiro Gourmet Association got up, which I currently despise with all my being. And of course, Kirihato Kiko says she got confidence tagging with the person who brought her, who inspired her to be a wrestler, who was Katsumura-san. And she wants to leave a statement behind. She wants to have results and really make something out of that team. She wants to challenge with that team. And in that sense, I myself said we will take one by one, all of them. And Suruga-me said, let's take them all at once. So, on 31st of March, it will be Best Bros versus Kung Fu Panda versus Ninja Choke. And of course, Obihiro Gourmet Association. Is that a four-way, first ever in the history of Gotham Move for the Asia Tag Belts. It'd be a four-way for the Tag Team Championship. With that, everybody, enough information have been passed down. It is Balanaki, and I will see you next week on the 3rd of March. Thank you very, very much. Take care and bye-bye. 皆さん、今日もありがとうございました。